決して快適性を犠牲にしてるかなと思うと、犠牲にしてるつもりは全然なくて、でもきっとそれは僕が快適性のレベルが低いんだと思う。やっぱ快適性のレベルが高い状態で普通だと思ってる人はそれなりにストレスをかかる可能性はあります。このチャンネルは登山が趣味の私柳原が登山道具や登山で役立つティップスを紹介していってステップアップできるチャンネルです。そして山旅というメーカーは山旅日常をボーダレスに使うことができる汎用性の高さを重要視し、軽量で使いやすい、どこにもない特徴を備えた、かゆいところに手が届く山道具メーカーです。概要欄のリンクからぜひ遊びに来てください。こんにちは、山旅旅チャンネルの柳原です。今日は僕が大好きな登山専門店ヨシキ&P2 に来ております。そして、なんと今日は、僕が大好きな吉野時雄さんに、テント泊登山装備の中身を、いろいろ聞き出そうという動画になっております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、はい、時雄さんさんが、はい、テント泊登山装備で持ち歩いている道具を紹介する前に、はい、僕はどんなところにかなりこう気を使っているの、はい、まあ、例えばとにかく軽量化をする、はいはいはい、快適ささえもなくなっちゃうけど軽量化にシフトするとか、 あとはここの部分はやっぱ快適でいたいんだよねとか、はい、でまあ、食事に関しても一応ベースウェイトでどれくらい何キロぐらいあるのかみたいなこともちょっと含めていろいろ聞き出したいなと思ってるんですけ ど、はい、食事に関しても、はい、例えば僕はお湯を使うだけの食事をするんだとか、うん、はいはい、いや食事はやっぱりフライパン使ってさみたいなところもちょっと聞きたいなと思って了解です、はい、よろしくお願いしま す、はい、じゃあまずは、うん、じゃあテント泊に関してで、うん、自分が一番何を気にしてるかっていうところですかね。そうですね、はい、そうですね、まあ、道具に対して、うん、まあ、もちろん軽くある方が楽になるとは思うんですけど、うん、その軽くする仕方で、うん、多分2通りあると思うんですよ。物を単純に重いものを軽くする、うん、アイテム一個一個を軽くしていくっていう方法と、うん、物を持っていかないっていう方法、うん、で要するに持っていくものを減らすっていう方法があると思うんですけど、うんうん、僕はどちらかというと後者で物を減らす方を結構優先してます、うんうんうん、で一個一個のものを単純に全部軽くすればきっと軽くできるんですけど、はい、軽くするって結構耐久力を犠牲することも結構多いので、はい、僕は耐久力落とすのはやっぱり、うん、道具として長く使ったりとか山でこう壊れたりとかっていうのをそういうトラブルを避けたいっていうのがあるので、うん、まあ、あともう一つは僕が多分ちょっと雑なんね、はい、結構ざっくり使って気にしないで使いたい方なので、はい、結構耐久力を重視したりとかします。うん、なるほど。でもやっぱり山の中での行動を快適もしくは早く、うん、もしくは長くしたい場合に、はい、全体的なその荷物はちっちゃい方がいいですし、うん、あの軽い方が楽なんですけど、はい、軽さとコンパクトさってちょっと違うと思うので、あの、はい、言ってみればザックもすごい、例えば50リッターのザックで行って、うん、カフカに詰めてベースウェイト4キロぐらいでも50リッターで持っていくこともできるし、うん、それを15リッターとか10リッターとかに、うん、10リッターもリッターっていう風に凝縮することも可能だと思うんですけど、うん、はい、僕はどっちかっていうととにかく着するっていう方を優先してます。なるほど。あとは僕のこれは参考スタイルに起因することが大きいと思うんですけど、うん、顔料帯に行ったりだとか、うん、あとやっぱりアップダウンが結構急だったりとかで、それをこう素早く行動したいっていった時に、うん、荷物が大きいと、うん、まあ、振られたりとか、うん、あと擦れたりとか、はい、そういうのが多くなって、はい、例えば顔料帯降りるときに、うん、ザックが大きいと、うん、ボーンってこう背中、うん、こうされて前伸びになっちゃうとか、うん、あと登ってて頭は当たんないけど枝がガスって当たっちゃったりとか ありますね。なのでやっぱそういうのがやっぱストレスになるので、うん、僕はそのストレスを軽減したいので、うん、ちっちゃさを求めてます。なるほど、うん、ちなみに山登るときって夏山の登山道を歩くことが多いのか、はい、そうじゃない方が多いかというとどっち結構それで結構持ち歩く道具の考え方って変わるかなと思うんですけど、はい、で多分、うん、あの僕は両方やるので、うんうん、その時によって、うん、登山道じゃない時の方が多い時もあれば、はい、登山道を長く歩く時もあれば、うん、様々です、うん、で、うん、今回、まあ、できるだけ、うん、何かこう紹介をするにあたって、はい、あまり極端なものっていうか極端な道あんまりこう何て言うんですかね、道じゃないところ行く人の方が圧倒的に少ないと思うので、はい、どっちかというとそっちではなくて
てっていう方向で、はい、今回ちょっと準備はしてます。わかりました、はい、了解です。ありがとうございます、はいはい、じゃあ早速道具を、はいはい、どうしましょうか。じゃあまずは、はい、あそうですね、はい、道具の中で大体停滞するときにじゃ使わないものと、はいはい、あと行動するときにしか使わないもの、はい、で結構まず2つに分かれると思うんですけ ど、 なるほど。でさらにそれを運ぶものってザックがあると思うんですけど、はい、なので、はい、まあ、停滞するときテント泊っていうことなので、はい、停滞するときに使うものからちょっと紹介を、わかりました、しようかなと思うんですけど、はい、はい、お願いします。じゃあまずは停滞するとき用ということで、はいはい、よろしくお願いします。でまずテントですよね、寝るときの、はい、そうですね、はい、いや、あのお家ですけど、僕は一番持っていくのはツエルトです。ツエルト、はい、ツエルト、ツエルト、もっと軽くちっちゃくしようと思えば、うん、きっともっとちっちゃくもできるし、うん、軽くもできます、はい、で実際これは2人用のロングなので、あだいぶちょっと大きめのもので、しかもペグをちゃんと持ってるので、ペグもあの細いペグにすればもっと軽くできるんですけど、はい、耐久力がやっぱり細い、うん、欲しいので、はい、やっぱりある程度レギュラーの形、ダックっていうテントポールメーカーのものなんですけど、はい、これはあのこの大きさに対しての軽さでいうとこっちすごい軽いので、ちょっと持たせてます、はい、これで10ぐらいだ。いやいや、もっと8、4とか、え、4、5とか、え、マジですか、はい、これ4確かこの辺はちょっと後で、はい、了解でした、分かりました、はい、こんな感じの、はいはい、で、うん、これを言ってみれば省略できるものではあるんですけど、うんうん、やっぱ快適にある程度張るためには、はい、特に風の強いところで張るためには、うん、やっぱりあった方がいいですし、はい、ペグ使えない場所もたくさんあるんですけど、うん、あの快適に張るためにはやっぱりペグは必要だなということで、うん、僕はペグを持ち歩いてます、うん、なるほど。で2ロングっていう大きさももっとちっちゃくすれば多分これの3分の2ぐらいの大きさにはなるんですけど、はい、やっぱり雨の時だったりとか、うん、でテント内で何かしなきゃいけないっていう時にさすがに狭すぎるので、うん、僕はもうこの2ロングを使っています、はい、なるほど。なので、うん、もっと軽くしたい場合は、うん、ペグを省略したりとか、うん、はい、1人用を使ったりとかもできます、はい、ちょっとじゃあ質問を、はい、まあ、いろいろツエルトあるじゃないですか。あ、はい、でまあ、僕もファイントラックのツエルトは保湿性が高いっていうメリット、はいはい、が他のブランドと比べるとあるんじゃないかなと思っていて、はいはい、軽さと結露がしづらいっていう意味での快適性っていうので、はい、僕もファイントラックのツエルトは好きで使ってるんですけど、はいはい、そういう視点です。それもありますけど、うん、ツエルトの形が代表的なモンベルと粗いテントとこういうファイントラックとあるんですけど、うん、ポールを立てた時にこのポールを立てる面がモンベルは斜めになってるんですよ、うん、なので、ポールを立てた時に出入りがこう斜めになってる分しやすいっていうメリットはあるんですけど、うん、中の居住性はちっちゃくなるんですよ、うん、と粗いテントはほぼ垂直になるんで、うん、でもう出たところにすぐにポールがあって、うん、で入りをするのはちょっと めんどくさいというかちょっとしづらいですけど、中の居住空間大きいですよ、はい、でファイントラックはその中間なんですよね。なので居住空間をある程度確保しながらちょっとだけ斜めになっているので、はい、うん、まあ、もちろんポールはちょっと離すんですけど、うん、出入りも粗いテントほどそんなに出入りは大変じゃないし、はい、かつ中の居住空間も広く取れるので、うん、なので僕はファイントラックを選んでます。なるほど、2ロングがいいですか。しっかり使うんであれば2ロングの方が、女性とかだとロングじゃなくても全然いいと思うんですけど、男性である程度170センチ超えていれば物置く場所とかいろんなことを考えると2ロングの方が快適だと思います。であのどうしても2ロングこの長さが200だったか210センチだったかなんですけど、この天井高のここの一番上の長さが170とか80とか、その割合でいうとモンベルは確か200に対して150とかそれぐらいしかないはずなので、すごい狭いんです。入り比べると全然居住空間違うので、そうなんだ、底面積一緒でも、うん、あの居住空間が全然違うというのは、うん、あのカタログではちょっと分かりづらい。あ、確かにですね。なので特にこれ寝てて起きるとなんかこれするみたいな。あ、なるほどね。あ、なのでこうやっぱ居住空間もその底面積だけじゃなくて、うん、底面積かける高さだけじゃなくて、うん、その居住空間の広さっていうのは、うん、ここの、あの壁が垂直に立ってるか立ってないか、これはテントでもそうなんですけど、うん、この壁が寝てれば寝てるほど、うん、やっぱり居住空間が狭くなるし、うんうんうん、立ってれば立ってるほど広く感じるの で、うん、そうですね、やっぱりそこら辺その居住空間をどこまで取れるか。なるほど。 あとやっぱりこれで横から引っ張って、うん、あの真ん中にこうリングみたいについてるので、うんうんうん、それ引っ張ればより居住空間広がるので、はい、なるほどなるほど。でポール側だけじゃなくこの、うん、長辺の方も広げることができるので、うん、なので僕はこれを使っています。なるほど。
はい、ありがとうございます、はい、了解です、はい、すごいな早速すごいなでいいなすげえやっぱ好きだわあダブルウォール、はい、あこれはシングルウォールあシングルウォールシングルウォールの、はいライズワンっていうで、はい、これは完全に夏とか行く時でも、はい、雨がもう必ず考えられるとかあともう稜線でしかもう晴れない、はい、ルート上もう稜線の天場しかない、うん、風が強いっていうのを前提であるならばさすがに釣れると大変なので、うん、自立式のものを持っていくんですけど自立式のものでもやっぱりシングルウォールで行きますあそうですかでシングルウォールの良さは、うん、まず WL も軽いっていうのは当たり前なんですけどその設営もしくは撤収の時間が短くするので、はい、すぐ安全地帯を作れるっていうのが最大のメリットだと思うんですよね、うんうん、なのでこれを WL ウォールで考えた時にすごい雨風の時に本体立ててバサバサ言いながらフライシートかけてフライシートパーンって飛んでっちゃったりとかっていうことを考えると2本のポールさっさと立ててもうペグダウンすればもう飛ばないとかって考えればやっぱりシングルボールはそういった意味では安全地帯をすぐ作れるでかつこのライズワンをわざわざ選んでる理由としてはそこがピーッと L 字にジッパーが開くんですよなので例えば今言ってポンと立てましたペグ1本でもぶって刺したけど飛ばない、うん、でじーっとジッパーを開けてかぶっちゃえば、うん、もう靴履いたままでも安全地帯の中に入れるっていう、うん、なるほどだからツエルトとしても使えるのでそうなんだでそれは冬とかだと、うん、例えば雪の上でテント泊した時に、はい、できれば外出たくないじゃないですか準備して、はい、例えば僕だとやっぱり夜中から歩き出すことも多いので、うん、すごい寒い中、うん、例えばじゃあ外出て準備してっていうのは大変なので、うん、できるだけこうテントの中の安全地帯の中で全て終わらせて、うん、外出てから撤収して出るまでをできるだけ短くした方が快適だと僕は思ってるので、うんうん、そうするとこれ L 字のジッパーがこうやってジャーってこう開いてピロッてやっとけば、はい、そこでアイゼンまで履けるんで、ね、あーなるほどねアイゼンまで履いてしまって、うんうん、でジーって開けてで出てくるんですけど、うんうん、そうすることでもうあとは、まあ、ザックもパッキングまで済ませてしまって、うん、でもうテントだけブワッと撤収して本体をザックに込んでポールを脇に刺して、うん、でもうスタートできるのでテントを出てからスタートするまで本当何分かでできるので、うん、これは僕は気に入って使ってますなるほど前室がないとかあ、まあ、ダブルならではの良さってあるじゃないですか、はい、その辺はどうやって考えてますか、もう、うん雨は吹き込むものだと考えてなるほどちょ、うんまあ、ちょっとハードルがもしかしたら高いなと感じる人もいるかもしれないですね多分この快適性とかで、うん、特に軽量化とかで快適性を犠牲に軽くするとかって思ってやると思うんですけど、うんうんうん、犠牲にするというよりもその自分の快適性の許容量っていうのって人それぞれ違うので自分はここまでだったら快適だここまでだったら別に不快な思いしないっていうのは人それぞれなので決して僕は犠牲にしてるつもりは一切なくてなるほどだけどそれがストレスとなるようであるならばシングルウォールは大変だと思いますそういうことですねはい、はいはい、僕はシングルウォール大変だと思ってないのでなので決して快適性を犠牲にしてるかなと思うと犠牲にしてるつもりは全然なくてでもきっとそれは僕が快適性のレベルが低いんだと思います。なのでやっぱ快適性なレベルが高い状態で普通だと思っている人はそれなりにストレスをかかる可能性はあります。なるほど、はい、よく理解できました、はいはい、ちなみにこれくらいの大きさですね、はい、これはポール含めてだいたい900ちょっと今のだと890と870とかになってるんですけどポールが軽くなっているの で、その当時よりもそれは最小重量最小重量あそうですか、はいうん、ありました、はい、じゃあまあもちろんですけどどっちか持っていく感じになるってことですね、はい、どっちか持ってきます、はい、ありました、はい、であとは、うん、寝るときのスタイルとして、うん、8月9月、はい、10月の頭ぐらいまでだと、はい、シュラフを持っていかないんですよね、はいはい、でこのシュラフカバー と、はい、とダウンジャケットパンツとかですかそうです大体持っていくのがこのアクティブインサレーション系のあファイントラックだ、はい、ジャケットにもうシュラフカバーだけですはい、これ裏が銀になっているので、うん、熱を反射してくれるので、はい、薄くてもあったかい一応これ防水の一応糖質もしてくれるものなんで、はい、とはいえ、はい、結露がないわけじゃないんですけど、うんまあ、ある程度は快適に過ごせて、うん、でこの重量は 140g なので、うん、だいぶ、まあ、普通のシュラフカバーとしてもすごい軽いですけど、うん、けどこれはさっき言った耐久性重視するっていう話だったんですけど、はいはい、これは耐久性正直そんなないです、はいはい、どちらかというと消耗品として
ただ140g で熱を反射してくれて、はい、防水で保湿性もあってっていうものは他にないの で、うん、でこれじゃないもので軽くしようと思うとなかなか 2.5 レイヤーとか2レイヤーのシュラフカバーでもなかなかここまで軽いのはないので、うん、なんで僕はもうこれを好んで昔から使ってます、エスケープビビ。そうです、エスケープビビです。これ、はい、アルミ蒸着ってやっぱりあると、はい、ああったかいなって実感あります。実感あります。めちゃめちゃあります。あ、そうですか。あとこれは多分僕の感覚的な問題なんですけど、はい、うん、これにちゃんとしたシュラフを入ってこう感じるのと、うんうん、見てみれば薄い綿物、うん、中が薄ければ薄いほど、うん、このアルミ蒸着は差を感じると思います。なるほどね。で、中が あったかいもの、ロフトがあるものを着てれば着てるほど、うん、もしくはシュラフがロフトがあればあるほど、うん、このアルミ蒸着は感じづらいと思います。なので僕はだから薄手なので、うんうん、多分すごい感じます。これは、はい、アルミ蒸着のアルミの原理って熱反射ですよね、はいはい、その熱反射って、はい、中に綿物、今言ったシュラフが、はい、あった状態でも熱反射してるっていう、その理論上合ってるんですよね。そうですね、まあ、熱を反射しているので、うんうん、まあ、ただそのおそらくこのアルミ蒸着の面、うんうん、もしくは層に直接触れてる熱じゃないと反射しきれないと思うので、なのでロフトがあればあるほど熱源から遠くなっちゃうので、ひょっとしたらそれで感じづらいのかなって思います。そうかもしれないですね。だから熱源に近ければ近いほど、うん、おそらくこのアルミ蒸着って多分感じやすいと思うんですけど、これシュラフの中に入れちゃったらどうなんですかね。あ、確かに。でもそうするとシュラフの中に入れるとシュラフに熱が伝わらないので、はい、あ、 そうか、それだとダメですね。うん、 そうか、それは大きくダメですね。大きくダメですね。全くもってダメだ。そうですね、正反対な使い方で、ロフトは増えるけど温かさが変わらないみたいな。そうですよね。僕シュラフに熱を伝えるためにダウンジャケット、ダウンパンツ着用するんですけど、はい、わざとちょっとこうジッパー開けたりとかして、はいはい、熱、体の熱をシュラフに移動させるようなことをやるんで、うん、これ絶対ダメですよ。そうですね。ちなみにこれ、はい、タイベックですか。タイベックではないと思うんですけど、ちゃんとそのメーカーの その出してる情報の中にはタイベックとかタイベックじゃないとかそういうのは書いてないので、でも同じような質感ではありますよね。そうですよね。なんでそうかもしれないし、そうじゃないと思う。そうです。確かになんか知ってっかなと思ったんですけど、いやちょっとすみません、僕のそこは情報は得てないです。はい、了解です。で、まあ、これは、まあ、着るものではありますけど、今の流れでこのアクティブインサレーション系の綿物のパンツ と、はい、ジャケットを僕は持っていきます。うん、あえてダウンじゃなく、はい、この下線を持っていくんですけど、うん、はい、でしかもさらにパイントラックのものなんですが、パインポリゴンでいろいろ試したんですけど、これの一番の良さはすごく乾くんですよ。はい、なので、僕の行動、大体メインの行動って、うん、大体1日の行程が15時間ぐらい行動して、うん、テント、例えばテント場に着いて、うん、テント張ってから、はい、多分就寝まで1時間かからないぐらいなんですよ。はいはい、ぶっちゃけ寝てるか動いてるか停滞してる時間をできるだけ少なくしようと思っていて、でその時に行動し終えて汗ぴっちゃりの状態でこういう着るとこれにやっぱり水分が移ってて、着がわしっていう言葉があるのかな、着て乾かすっていうことをもう基本常にやるので、そうするとこれも早く乾いてくれないとダメなんですよね。でそうするともうついてまず一番することって僕食料を出して水を入れて置いとくっていうのを一番最初にした後に、その後これを着て、はい、でテントを立てるんですよ、はい、でそこから食事をして、はい、もう寝るっていうスタイルで、大体だからもうこれを着てシュラフカバーに入ってしまって、うん、もう寝る状態になるんですけど、寝ながら汗を乾かしたい。なるほど、はい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 、寝ながらなんですか。あ、まあ、なのでそうすると活性じゃないだけまず第一ダメ で、うん、でかつ乾かしたい場合、はい、アクティブインサレーションみたいに空気を通すものでないと乾かないので、うん、アクティブインサレーションをわざわざ選んです、うん、なるほど。あえてファイントラックにしてる理由は、うん、もうさっき言ったように一番よく乾くんですよ。アクティブインサレーション、僕アクティクスのプロトンも持ってますし、はいはいはい、パタゴニアのもので一番最初に出た時にそれを買って、はいはい、あ、こんなにアクティブインサレーションって
すごいんだと思って、でそこからポリゴンも試したし、このファイントラックも試して、で他のも試したんですけど、さっき言った木川しが一番効率よくできるのはこれだったんですよね。すごくよく吸ってくれて、すごい早く乾かしてくれるので、僕はもうこれを使ってます。結構破けたんですかこれは。そうですね、あのこれ実際あのあれです、落っこった時に来てたやつ、妙義、はい、これかタッチして使ってます。何月でしたっけあれは。あれ1月っすね。1月、はい、あの時、はい、アクティブインサイレンジというのもそもそもの使い方って、ね、行動機としてしっかり使うっていうのが、うん、行動機として使いながらもある程度のこう、はい、通気性があるので、うん、熱をこもらせにくくして、うん、逆にある程度例えば風邪を防ぐものを着ると、はい、中にちゃんとこもってくれるっていう使い分けができるものなので、うん、まあ、よく使うんですけど、まあ、これもかなりつってますよね、うん、かなり。これどれくらい使ってますか。これどれくらいだろう。もうずいぶん随分使ってます、うん、そろそろ変えた方がいいんじゃないかなっていうぐらい、うん、へたりづらいんですね。あの、うん、へたるんですけど、うん、アルチっていう言ってみれば断熱性の値が、はい、うん、実はこのポリゴンって結構早めにへたる。で薄く感じるんですけど、それをファイントラックの人に言ったら、うん、実はやっぱりへたりやすいっていうのを彼らも、うん、あの承知していて、うん、でアルチを測ったらしいんです、はい、で新品のこうゴワゴワしてる時のアルチと、うん、こうへたった時のアルチが変わらないらしいんですよ、うん、ほとんど変わらないとかで、だからあったかさは本来は変わらないはずですと。あ、でもちろ ん, なんかロフト、単純にロフトが多い方があったかい気もするし、うん、そうですね、なんかベッドエア組むみたいなところ、うん、っていうイメージがあるんですけど、うん、なんか実際に測るとアルチとしては、うん、ほとんど変わらないらしくて、で例えば同じぐらいの厚みのものであったかさがどうって比べると、あったかいものは架線の中ではたくさんあるんですけど、自分が限界として思ってるあったかさはキープできてるので。なるほどね。僕はこれを使い続けて。なるほどなるほど。でちなみに、はい、あのアークテリクスのプロトンパンツなんですけど、これもよく使ってはいるんですけど。あ、そうですか。でこれは、はい、まあ、これに代わる、まあ、アクティブインサイレーションになるんですけど、はい、うん、全体的な重量としてはこっちの方がやっぱ重くなっちゃうんですよね。まあ、言ってもフリースなので、うんうん、生地の量ってのはどうしても多くなっちゃうし、うん、ロフトは稼げても、はい、やっぱりそこら辺の重量っていうのはどうしても加算ちゃうんだなっていうの で、うん、でこれの使い方としてはずっと着てる冬のアイスクライミングだったりとか、はい、あとちょっとこうハイクアップした時にちょっと汗ばむような、はい、バックカントリーの時だとか、はい、すごくこれ重宝です。あ、そうですか。でこれに代わるものとしてこれを謎使おうと思ったんですけど、やっぱり軽さと乾きやすさでいろいろ試したんですけど、やっぱこっちに軍配が上がるんですよね。でもパッと触った瞬間こっち重いですね、はい、でただこっちの良さはこれ行動機としても使えるので、はい、寝る時だけじゃなくて、これをこれ1本で、はい、例えばもう行動するっていうことで、うん、考えると、はい、寝る時だけじゃないっていう意味ではこっちの方が優秀かもしれないです。あ、なるほどなるほど。なんで、はい、これを使う時は暑い時期、夏の暑い時期なんですけど、うん、ちょっと冬というか、うん、秋まだもうちょっと肌寒くなってきたなという時期になってくると、うん、これにこれ重ねたりだとか、あともうこれに本当のダウンパンツを持てたりとか、はいはいはい、っていうような時にもうこれは行動着として使う時にこっちを選択する、うんうん、なるほどなるほど。なので今回だから夏のテント泊でちょっと装備を揃えた中にはこれはちょっと入らないんですけど、肌寒くなってくるとこれに代わってこれにするっていう、うんうん、あ、なるほどね。ちなみに、はい、オクタアルファダイレクトとかって、はい、いろいろ何かこう気にされる方多いじゃないですか、はい、その辺なんかまあ保温力とか、はい、うん、乾きの速さとか、はい、そういうのとかって実感値として考えられたりとか、そんなに気にしてないですか。なんて言うんでしょう、まあ、オクタでこういうような機能性があるからこれを取り入れてみようかっていうだけで、別にアルファダイレクトと比べてなんちゃらとか、あんまり気にしないですか。気にはしてないですけど、うん、アルファダイレクトはもともとこういうナイロン生地とか省略しちゃったりとかして、はい、それも僕も使ってはいるんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけそれ1枚だけ着てもその上に何も着ないとあったかさって本当、うん、ほぼほぼ感じない、うん、なんでこういうアクティブインサレーションの中の種類って今すごく幅が広がって、うん、はいはい、下手するともうそのアクティブインサレーションが行動着としての中間着って位置づけちゃうんであるならば、うん、もうフリースもアクティブインサレーションに入ってしまうんじゃないかなって、まあ、そうです。もうそれぐらいいろんな種類があって、うん、こう区切りが難しくなってきてると思うんですけど、うん、まあ、簡単に言えばフリース系のアクティブインサレーションと、うん、綿系、空気を含む綿系のアクティブインサレーション、うん、って考えた時に、うん、こっちはどうしてもナイロンだったりポリエステルだったり、うん、こういう生地を何かしら組み合わせて使うもので、うん、でフリースに仕掛ければ仕掛けるほど単体
で使えるっていう形になるんですけ ど、簡単に言えばフリースに近いものの方が風をよく通します。もうスカスカ通しますし、ナイロンのものが入るこういう中綿系のこういうものだと、通しはしますけどスカスカは通さない、ある程度はとどめてくれるっていうことからすると、やっぱり行動機として使うときにある程度通さないものの方が、あったかさを1枚で一応は保ってくれるので、そういうふうにちょっと保温着としてしっかりこの1枚でも使いたいっていう場合は、ナイロンがこういうふうに貼ってあるものの方が、だからオクタとかそういうものの方がいいですし、中間着として結構メインで使うようであるのはフリース系のナイロンの貼ってないものの方がやっぱり有効だったりするかなとは思うんですよね。なるほどね。そういう僕は使い分けをしてやってます。アルファダイレクトも使ってますけど、なかなか最近あんま使わないですね。ああそうですか。なるほど。ここまでが停滞いう感じの道具って感じですかね。はい、じゃあ一旦停滞用道具ということで、紹介いただいたんで、次は行動の時、そして最後はザックみたいな形ですかね。はい、じゃあ次の動画っていう形でまた、あの紹介させていただきます。じゃあ一旦今回はここまでということで、じゃあまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。